皆さんおはようございます日曜日いかがお過ごしでしょうかパーソナリティの赤嶺健一郎です赤嶺健一郎のレベルアップサポーテッドバイノーマークこの番組は沖縄企業の社長さんや会社の中心となる方をゲストにお呼びして仕事や生き方をどのようにレベルアップしているのかじっくり聞いていこうと思います今週のゲストは株式会社ブレーン沖縄営業部長金城武文さんに来ていただいております <laughs> 皆さん、広告あそうです、ね、株式会社ブレーン沖縄さんはですね、まあ、いわゆる広告代理店という、えー、会社になるんですけれどもその広告代理店のイメージですね、皆さんどういったのをイメージされてますでしょうか。なんかこう、プロジェクトの企画を練ったりとかあとはこう CM を流すためにこう撮影とかも多分あ,るあったりとかしてその中でこう、なんかこう。 モデルさんとか有名人にも会えるんじゃないかみたいな僕は勝手にそういうイメージあるんですけども実際のところどうなのかそういったところも聞いていきたいなと思っております最後までお楽しみくださいさあ今週のレベルアップパーソナリティの赤嶺健一郎ですこの番組は毎週日曜日の10時からですねゲストをお呼びしてゲストの魅力を伝えていこうという番組になっております 簡単にパーソナリティ私赤嶺のですね自己紹介ですけれども、えー、ノーマーク株式会社の代表をやっておりまして沖縄の魅力を世界に伝えるというコンセプトのもと沖縄企業の、えー、ブランディングだとか、えー、ウェブのプロモーションを行っている会社になります。でまずその仕事を通してですねあのこの人かっこいいなと思った方にあのゲストに来ていただいているというような流れになっております。 では早速、えー、今週のゲストをお呼びいたしましょう。株式会社ブレイン沖縄営業部長金城武文さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<laughs> <laughs> なんじゃこれ。<laughs> なんか先ほど聞いたら、はい、あのラジオは初めてですか。うんとまあ名前出して出るの初めて。<笑><笑>一回ちょっとまああのはいはい <laughs> いつもより声が小さいですけど。<laughs> よろしくお願いしますだめだこれ結構緊張するんでしょうね,ねラジオ、ね、はいあの声だけなんですけど <laughs> まあ映像も撮ってはいますけど赤嶺さんにお願いしないと出れないですね <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> まずですねあの金城さんのあのプロフィールですね初めましての方もいると思いますのでプロフィール、えー、いただいているのでちょっと読みたいなと思います、えー、沖縄県の糸満市出身 えー、1975年8月16日生まれで今44歳ですねで,すで、えー、もう糸満ですねずっと糸満小学校 <laughs> 西崎中学校糸満高校と <laughs> エリートコンスエリートですね糸満の <laughs> 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 もうもう本当にずっと糸満で育ちで、ね、遊び、はい、っていう感じですかねはい大学入るまで糸満でしたね糸満で、はい、なんか糸満の人って ちょっと那覇に何かこうナハとのこう何か敵対じゃないですけど <laughs> なんかあるって聞いたことあるんですけど <laughs> 本当ですか？学校の頃はよく那覇の人が喧嘩シーンでしに来た。<laughs> <laughs> もうとっか眺めてただけですける <laughs> あるんですね何かそういうの。<laughs> 僕の時代はまだあります、ね。今もあるのかな。<laughs> <laughs> そんな糸満の 出身育ちがありでそこから、えー、と大学を経て、えー、株式会社ブレン沖縄に就職すると、はい、いうことなんですけどこれが1999年ということなんで年、はい、年ですか20年です、ね、勤めてから20年,勤めて20年その間に一切浮気はなく <laughs> すごいなと <laughs> 浮気心はありま, <laughs> ありました。<laughs> なかなか今の時代に、こう、一つの会社二十年以上働くって。そうですよね。一番長いんじゃないですか、会社の中で,で、ねえー。いやいやいや、そうでもないかそ。そう、そうでもない、ね。あ、そうなんですね。の今のえっ、ー、と、直属の上司は二十。<っ>あ、違うの、三十年とか三十。あ、そんなにですか。すごい。人もいますし。会社からしたら、すごく、ありがたい話ですよね。<laughs> あ、コストパフォーマンス。<laughs> いやいやいや、そんなのさ。<laughs> <laughs> そう採用費がとかじゃなくてそれだけなんかこういい会社なのかなって思いますよねまあ、まあまあ、そうですねそういう意味で言えばちょっと自由にやらせてもらったっていう <laughs> 言い方が当たってるか分かんないんですけども入社して、えーまあ、結構 <laughs> 好奇心が旺盛なタイプなので、うん、はい、えー まあやりたいっていう仕事を割とや,やらせてもらったっていうのは実感としてあるかなと思いますね。はい、ああなるほどですね。はい、具体的になんかどういったことをやりたくてなんかこういうやったやりましたみたいなありますあ自慢するほどのこともないんですけど <laughs>、はい、えともともとなんでこの会社入ったかっていうと,、はい、えと卒大学卒業した時にはい。えー。 あの就職あのゼミの先輩の、はい、先輩といってもちょっとお年を召した方の先輩がゼミの中にいて、はい、でなんか就職交流とかやるじゃないですかあのうん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 、まあ、リクルーティングみたいなその中で、えー、面接受けたところで一度泣いてもらってそこに就職する予定だったんですけど、うん、でも。 えっとまあ、その就職する会社が、えっとえっとまあ、僕が、えー、やりたいことかどうかみたいなことをちょっといろいろ悩んで,、はい、でそれも結構決まったのも直前で2月とか卒業する年の2月とかだったんですね。はい、で、えーまあ、ちょっと一度そのこの後に及んで一度立ち止まって考えた時に。うんはい せっかくあ、えー、大学のマーケティングというか、うん、そういう専攻をしてたんですけどそういう仕事に何か携われることないかなってあぐれ探したんですよ<ー> <laughs> そうなんですねでもうそこはもうだいぶ悪あがきなのでなんかあればちょっとチャレンジしてみようみたいな感じで。うん えーまあ、めくっていたら、うんえっと、オリオンビールの CM を、はいえー、作ってるっていう会社がはい、はい、ブレーンオーキナーとして採用の情報が載ってたので、はいえー、思い切って電話してみたっていう感じですかね。えー、じゃあ結構ギリギリというか土壇場で <laughs> そうですねそうですねで、えっと、そこに載ってた、えーまあ、写真があのアロマトーンって 商品ご存知ですかね、はい、知ってるようなう知らないようなんですけど。あのオリオンビール最初の発泡酒の CM だったんですけどもその CM に、えー、その CM を作ってるってことがそれで分かってその時流れてた CM があの中墨年さんがビールを飲み干すっていう CM だったんですけど。 それすごくいいなってまあ前々から思っててて前から思そしたらまあその会社が作ってるってなって、まあ、最初広告会社ってやっぱりあの作る方じゃないですか <laughs> はい、はい、イメージありますよね。で一応制作志望みたいな感じで、まあ、クリエイティブみたいなところを気持ちとして一応受けて、はいえー、で、まあ、面接をしてるうちに、うん、えとその当時の副社長が。 えっと、副社長かなが、まあ、今の会長なんですけどうん、うん、が、えっと、営業職はどうかっていう話がその場であって、はいろいろ僕がスポーツ好きとか、えっと、あのボーリングやってるとか結構活動的に、はい、<laughs> 言ってたらったんるあの 大会,大会系のね大会のイメージがあのあの副社長だと思うんですから、うん、なんかあの、まあ、ちょっと面白いなと思ったんですかね。で、えーまあ、そこで何かあ、まあ、営業職だったらあるよという話があって、うんまあ、僕的にはあの、えーまあ、ものを作りたいっていうところが入り口だったんですけど、うん、なんか携われればいいかなと。う いうちょっと軽い気持ちというか、まあでも、えー、いわゆるマーケティングをやる会社だと思っていたので、まあそこその中に飛び込めば何かあるんじゃないかなところから、えー、まあ入社させていただいたっていう感じう。なるほどですね。僕的にはっ拾ってもらったみたいな。<laughs> 20年。すごいですね。いいですか。<laughs> <laughs> すごいああ正直大学でも、まああのえー、勉強もできるほうじゃなかったですし、はいえー、もむしろその会社に入ってから学ぶことの方が全然多かったっていうのあるんでうんまあそういう意味ではえーまあ、入り口として、えー、動機は曖昧だったんですけども、はい、ただやりたいことがそのコマーシャルっぽいことというか、はい、そのマーケティングっぽいことっていうのを、うん だったので、えっ、ー、とまあまずはちょっと、えー、自分をそこそのみ自分の身をそこに置いてみようかな環境に置くことで,、えーでね、多分得られることがあるだろうと。まあ今僕が、えー、その泣いてもらってる。 いう会社が悪いとか違うとかそういうことでもないんですけども、はいえっと、自分が、えっと、興味を持ってきたことは何だろうかって考えた時にはやっぱ CM は結構身近でしたし僕テレビっ子だったんでそういう感じで入っていったかな。なるほどですねじゃあその いわゆるそのブレインさんに20年置いてですね、<laughs> ちょっと冒頭でっ言ったんですけど、すごい花々なしなんかこう職種かなっていうイメージがあるんですよ<ー>。その CM 一つ見ても、その流れてるそうあの CM 自体もあのすごいいいですし、なんかこう裏側みと考えたときに、なんかこうあの実際にモデルさんがいたりとか。 その撮影現場に入ると監督さんがいたりとか、うん、モデルさんとおしゃべりしてるとかそうそうそうんかこう会えるんじゃないかとかイベントに行けるんじゃないかとか <laughs> <laughs> なるほど、ね、うんとまあえーまあえー、っとですね、まあ、人それぞれだと思うんですよねうん、うん、で多分僕はあんまりこう、えーまあ、結構お調子者のところも確かにあるんですけど、はい、<laughs> えーっと 割と、えー、まあ身長というかうん、えー、あ、なんでこんな話してんだ <laughs> そうそうなのでえー、まあだだからそうだなだから華々しいところがどうとかじゃないな <laughs> でも例えばこう <laughs> あの今後そのブレイン沖縄で働きたいとかうん、うん、まあ広告関連に興味を持ってるっていうような人とかが 仕事に就こうって言ったときに、ええ、まあどういう仕事だよってこう伝えられます。ああなるほど。えっとあそういう意味で言えば、普通の会社知らないんで僕なんと、そうですね。二十年以上なんですけど、ね、<の> <laughs> 比較はできないけど、<laughs> ただえっとえっと関わった仕事が、えー、人の目に触れるっていう、え、うん、しかも広く触れるっていう,はい、はい、う意味で言うと。うん えー、やっぱそのなんだろう、えー、と出ていったものの、えー、反応を知ることができるじゃないですか。なんか、えー、いいなというかうん、うん、いいなじゃあその成果物に対してリアクションがあることでよかったのか、えー、悪かったのかとかっていうのがそうするとまあ仕事に対してのこ,うこれが何て言うのやりがいというか。うね、多分どんな仕事も、うんえー や,やれば周りが評価したりっていうことあると思うんですけど、うんはい、それがなんか、えっと、違うところからなんか石が飛んできてみたいあこんな人も見てたんだとかまあテレビでやるんで大体見てるんですけど <laughs> あでも、まあ、ラジオだったり新聞だったりっていうことをやると、うん、まあそういう,こう反応が、うんえー、見られるっていうのは、うんえー、まあ 若く,し若くしてま仕事を、うんえー、初めてこうスタート、うん、社会人としてスタート切った時に、うんえー、なんだこの,あのこう自分がやったことが見られてる感覚はみたいなのは,はい、はい、あ少しこうなんだろうな。テンション上がりますよ、ね、上が上がりりまますすよよね単純に上がりますよね。 自分社内だけじゃないところから「あの新聞見たよ」とか「新聞見たよ」とか「広告見たよ」とかって言われるとあ自分が作ったものがこうこれだけこう波及してるんだなっていうのはなんかこう実感すると面白いですよね。で今度どうしようかなとかって多分次も発想がこう浮かんだりとか。でまあそれまあデジタルも多分そうなっていくと思うんですけどこれから。まだ今 そういう意味で言うとそこまでではないですよね。きっとそうですね <laughs> やっぱターゲティングってどうしてもターゲティングなのでそこがこうやっぱ人が集まってるところに何かをこう投げるみたいな作業をしてるので、えー、そっからで石投げたところの波紋の広がりみたいなのが確かにちょっと充実感あったのかなと思いますね。うんうん だから金城さんとのそもそも出会いってどんなだったっけなと思った時に確か電話いただいたんですよはじめましての知り合いを通してで来て探しててデジタルマーィングできますかっていうところから一度お会いしましょうという流れもあったりあとはブレンさんの方で。 勉強会じゃないですけど何、はい、かちょっと話させていただく機会を設けていただいたりと「ねはい、い,いえ全然全然、ね」<laughs> っていうところで、まあ、一緒にあのプロジェクトも、はい、あのさせていただいたりという今形なんですけどもあのやっぱりこう一緒にクライアントさんとかと行くと皆さんやっぱ気になるのが CM とそれこそ今デジタルって出てたんでいわゆるウェブ広告で、はい、結局 どどっっちが効果いいののてうう違テレビと,、えー、とインターネットって何が違うのみたいなって結構まあ質問結構あったじゃないですかここって結構広告代理店としてもうやっぱりいろいろ提案をしていくと思うんですけど金城、うん、さんが考えるこの、まあ、マスメディアと、まあ、デジタルの領域っていうこのなんか違いとか特徴とか、うんうん、なんか。 こういう,う、こうこう話。話 <laughs> ここは聞いときたいなと思って。<laughs> これ多分、あ,<ー>あの、他の広告代理店の人も <laughs> 気になってるんじゃないですかね。<laughs> <聞>あ<と>かないで、いクライアントさんも多分 <laughs> 聞いてるから、<laughs> そうなんだって <laughs>。<laughs> <laughs> パスだけはしましたんで <laughs> <laughs> <ー>。<laughs> それはね。